大阪高松線、大阪高松線、大阪高松線は、大阪市と香川県高松市を結ぶ、中高高速バスである。全便座席指定制のため、乗車には予約が必要。便名コードは、JR バス便が 380XX、阪急、四国高速便が 385XX。阪急バスでは、さぬきエクスプレス号、四国高速バスでは、 サヌキエクスプレス大阪、JR バス、西日本 JR バス、JR 四国バスでは、高松エクスプレス、大阪号とそれぞれ相性がある。本路線とほとんど重複する大阪なん高松間に、高松エクスプレスと書かれている、緑色のバスが走っているが、こちらは別会社かつ高南、フットバスという路線名の競合路線で、回数券、割り券等は共通利用できない。 詳しくは、当該ページを参照。佐ヌキエクスプレス、大阪号は1996年に阪急バスと四国高速バスの共同運行で、阪急梅田駅、阪急三番街、バスターミナルと JR 高松駅を1日4往復で結ぶ、便として新設され、瀬戸大橋を経由していたが、2001年に、高松自動車道の高松中央 IC サヌ三木 IC と、 津田東 IC、板野 IC が開業し、先行開業していた、高松東道路とつながってからは、神戸淡路鳴門自動車道、明石海峡台経由に変更された、開通が遅れていた、板野 IC 鳴門 IC 間は、徳島県道12号鳴門池田線経由。この時に1日14往復体制、各社7往復ずつ、そのうち8往復は、JR 丸亀駅発着へ、 大幅に増便し、急行便に4往復、新大阪駅、千里ニュータウン、宝塚 IC バスストップ、西宮ナジオバスストップ、西宮北 IC バスストップに停車する便と、特急便10往復、同地区を通過する便に分けられた。またスーパーハイデッカー3列シート車からハイデッカー4列シート車に置き換えられ、設備面ではグレードダウンした。高松エクスプレス。 大阪号は2001年に、西日本 JR バスと四国旅客鉄道、JR 四国が、JR 大阪駅、桜橋口バスターミナルと、JR 高松駅を結ぶ便として1日12往復体制、各社6往復ずつ、そのうち四国旅客鉄道が担当する4往復は、ユニバーサルスタジオジャパン発着で新設された。2002年の共同運行開始までは、サヌキエクスプレス、 大阪号と高松エクスプレス、大阪号は競合席にあった。2002年に高松自動車道が神戸淡路鳴門自動車道と直結してから大阪市内から高松市内まで全て高速道路を経由するルートに変更され所要時間が大幅に短縮した。同時に規制緩和によって高松エクスプレス株式会社と南海バスが 南波高松間3600円の運賃とポイントカードサービスを売りにした高ランフットバスで参入2017年に南海バスは道路線が撤退し実質的なトリプルトラック状態を避けるために阪急バス、四国高速バスと西日本 JR バス、四国旅客鉄道は共同運行を開始し回数券の共通利用ができるようになった。 一部便で JR 南馬駅への立ち寄りを開始し、フットバスと同じ3600円の価格設定を行った。オキャット立ち寄りにより原則として阪神高速道路湾岸線経由となり、中国道経由と比べると大幅な時間短縮となった。サヌキエクスプレス大阪号の特急便と急行便の区別も廃止された。 2003年には本グループもポイントカードサービスを3年間行った。また同時に、大阪梅田直行便と千里中央経由便はすべて廃止され、全便がオキャット経由となった。2009年4月1日、観音寺エクスプレス大阪号の開業とともに、本路線の丸亀発着便と高松発着便の系統がほとんど分離された。そのうち、 JR 四国バス担当の一往復が大阪高松観音寺間を運行することとなったが同年10月1日の改正により丸亀観音寺発着便はすべて高松を経由しない直行便に改められ全便が高松期終点となった2011年からはユニバーサルスタジオジャパンへの乗り入れは神戸高松系統の高松エクスプレス神戸号 さぬきエクスプレス神戸が担うことになり、本路線の大阪側は、全便で、梅田地区、阪急三番街、バスターミナルもしくは、大阪駅 JR 高速バスターミナルが、始重点となった。香川県を含めた4国内の4県では、高速バス利用者を対象に駐車料金を無料に、したり、大幅にはリビックなど、いわゆるパークライドのシステムを積極的に推進している。 大阪駅 JR 高速バスターミナル、阪急三番街高速バスターミナル港町、バスターミナル鳴門西から高、高速引き田、高速大内高速津田高速市道高速三木、高松中央インターバスターミナルゆタウン高松、栗林公園前引く、県庁通り高松駅。各社とも原則は、ハイデッカー車、続行便の一部車両は、スーパーハイデッカー車で運行。 各社の主な使用車種は以下の通り、現在の使用車両、過去の使用車両、2001年の西日本 JR バスと四国旅客鉄道の路線開設時においては、すでにダブルトラック路線であったことから、最悪の場合は撤退することも考慮し、完全に新車に揃えずに一部は、他路線で使用されていた、三菱そ装、エアロクイーン2代目の初期、 中期型、イスズスーパークルーザーなどの古参車も定期運用に入っていた。しかし、路線が軌道に乗った2003年から2005年にかけて、西日本 JR バスと JR 四国バスでは新車が追加投入され、た路線から転用されていた古参車がほとんど置き換えられた。四国高速バスなどでも2008年からは2009年からの 大阪府のディーゼル車規制条例の規制をクリアできない、古3車が順次置き換えられた。両グループとも2012年頃から2001年の路線変更時、阪急バス、四国高速バス、路線開設時、西日本 JR バス JR 四国バスに導入された車両が順次新車に置き換えられてる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。